あ、パパ、何がきっかけでさ、好きな人ができた？また好きな人の話かい。だってもう気になるやん。何のきっかけで好きな人？俺の？うん、そうそう。何がきっかけって、その人のことを見たらドキドキしてた。お前も知ったやろ。で、その人が好きになればなるほど食欲が出るの。明日、挨拶してくれるかなとか。見つめと。授業中どんな感じで見と。こうやって。かっこいい。え、かっこいいなと思ってる。優しいなと思ってる。何が、あ、スポーツできるからかっこいいと思ってる。だいたい小学校ってさ、スポーツできたらかっこいいと思われるから。そうやな。そうやろ、うん、俺なんて顔普通やねんけど、スポーツできとったから、どっか。めっちゃイケメンちゃう、普通やん。どちらかというと、不細な方やん。いや、中ぐらいか。不細くないか。ジュはな、ちゃんとな、顔とかポーズとかじゃなくて、ちゃんと心の中を見てる。心の中を見とん。そうや。不細工でもいい。え、心の中が綺麗やったら友達にはなる。ほう、上から目線がする。心の中が意地悪やん。心の中が意地悪やったらモテんやん。最近恋バナしかしてへんやん。恋バナやろ、普通。女の子って言ったらあかんさ、差別だろ。いいよ、いいよ、いいよ。言うよ、男は何泣いてんねん。うん、今なんてそれ言ったらあかんだし。なんで？パワハラ？パワハラ。ああ。だって俺らの時は小さい嘘やったよ。お前男のくせにとか、めっちゃ言われとってんの、俺。今それ言ったら。今それ言ったら？今それ言ったらパワハラ、差別や。けどさ、男のくせにって別にいいんじゃん。いや、男子のくせにとかそういうのあかんらしい。女子のくせにとか。そうなの、うん、めっちゃ言ってんの。それも食べちゃう。金子パ、お腹すいとんかい。いや、今日はご飯食べたんだ。いや、お足りんな、重たいの。したらね、味お腹すいとん。ご飯シーチキンやるの。納豆あって納豆。今日は足りんかった、俺悪かった。パパ、なんか話しようよ。どうせあれやろ、お前がおもろいの恋バナやろ。いや、もう味だ。寮の好きな人に名前教えてやるわ。ああ、教えてくれ。今度オープンスクールでゆっくり見に行くから教えてくれ。知ってる。キモいねんで走るな。おい、キモ言うな。いや、キモあれそんな走り方キモいやつ好きになるな。けどさ、あれ分かったやろ。お父さんが小さい時に俺の走り方はこれ。見て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 。お前こうやって風をこうやって。きしょう。きしょう。え、それで早かった？一番早かったよ、学年で一番。怖っ。お前のその納豆の箱の破り方の怖い。あ、それ引き割り納豆や。手前にあったやろ。なんでそれを引っ張ってきた？奥のやつ。なんで奥のやつわざわざ引っ張ってくる？手前のやつだって言って。お前、賞味期限遅い方が奥やろ。賞味期限早い方手前にしようか。なんで手前の取らへんかって。わかんない。お前、奥から取ったよ、わざわざ。手前に納豆あるのに。知らなかった。まあまあ、ええわ。ごめんなさい。あと3個あるのに。それでいい。膝と肘、やばい。こないして話聞くやつおらんで、ヤンキーみたいなもん。そんなもん誰も相手しろやん。そうだよ、やっぱり。ああ、こんなんしちゃったら、ほんまに。これでタバコ吸うたらマジのヤンキー。どついて回すで、ほんまに。え、パパ、もこれ食べていい？こっちの方がいい。ああ、トマトちょうだい。え、なやっぱ木曜日っていいよな。なんで？俺ちょっと、やっけ。あと1日。あと1日頑張ったら休む。明日警報出るかもしれん。警報出てもな。ほんまに明日警報出るかもしれん。出るかもしれん。俺明日警報出るかもしれない。俺も戻ってん、小学校の時。早く警報出んかな。いや、思ってる。うめえもん。ずっと思ってる。嬉しいよな、警報出たら休みって。なんで休みって嬉しいんだろうな。え、なんで嬉しい？ずっと寝れるから。あ、寝れるか。気にせず、ゴルゴルできるから。あ、なるほど。それはやっぱあれやな、みんな人間一緒やな。俺も一緒やな。言うよ。ありがとう、お前。私の大好物のゲームだ。お前さ、
お前ゲームやりすぎて気を走らってんじゃん。でもな、それも警報出てほしいタイプだな。警報は出てほしいけど、宿題出るのかな。え、警報書宿題出るの。出るやんか、あのメールとかし。俺の時メールとかだったし。うん、そうやん、携帯も携帯もだ。あの人、役場やろ、絶対出るの。そういうお願いします。明日の天気予報、パパだ。炭酸、ごめん、炭酸水も。ちゃうわ。明日の天気予報は。ありがとう。雨や。あ、リーちゃんごめん、あれルアーズ取って。はあ。こっちがはい。パパ、明日警報で。何してんねん。銀パパ。そら、お前多分小学校5年とか6年だったら多分俺とネックになるから。寝るし。いや、多分、まあ、パパも臭いとは臭ないか。うん、臭ないし。あとネネさ、一人で入る。お前ほんま1年後、2年後、パパとお風呂入りたくないとか絶対言うわ。それはどうかな。あ、絶対言う。なんか反抗期ってあるやん。なんか反抗期のことは知ってたの。あれは俺や。やめ。俺は何あれ俺は親がこうしてほしいって言う通りにせえへんから親が言うやん。何笑ってんねん。何笑ってんねん。何で言うの。聞けリッスンせえ聞け。じゃあ反抗するっておかしないし、はい、違う違う違う何がおもろい。言ってんの、リオがやりたいことあるやん、うん、中学校入って、うん、で、俺がお前それあかんやろとかこんなことするなとか、うん、縛りつけるから腹立つんじゃないか。え、けどパパ、リオはどんな将来なの。どんな将来どんな、いや、どんな将来になってほしいってのはあるんだ。だから別に嫌いにはならんじゃん。うざとか言うんだけど俺、なんて言ってるんですか。これだけはしとってくれ。挨拶。そう、いや、もうそれだけでいい。いや、ちょっとね、リュウエも挨拶だけしとったらそれでいい。え、挨拶しちゃうで。うん、そうでいい。あなたは自分でやりたいことだったよ。パパって行くな。あ、リュウエ高橋君、座れ。ほらーやめて。お前、高橋君、元々の話や、座れ。セリー、いや、お前将来男同士のお話ししとき。そうなんや。ちょっと待って、お話してくるか。なんでお話してくんねん。わあ